指輪物語の世界で、力の指輪がなぜこれほど魅力的で恐れられているのか、考えたことはありますか一見無害に見えるこれらの宝石が、なぜ最も高貴な心さえも堕落させる力を持つのでしょうかそれらが使用者にこれほどまでの影響と支配を与える理由は何でしょうフロドや極ン、さらにはサウロンまでもが一つの指輪の圧倒的な力に屈する様子を見て、興味を持ったことがあるなら、 この謎の深淵に飛び込む準備をしてください。力の指輪は、ただの魔法の道具ではなく、裏切りや破れた同盟、そして中津国における善と悪の永遠の戦いを織りなす重要な存在なのです。このビデオでは、これらの伝説的な遺物の背後にある真実を探求します。ケレブリンボールによって作られた指輪から、サウロンの暗い影響まで、全てを解き明かしていきましょう。 それぞれの指輪が特定の目的でどのように作られたのか、そしてその魔法が想像から何千年経ってもなぜ鳴り響き続けるのかを発見しましょう。もしあなたが中津国のファンで、力の指輪の秘密、歴史、そして魔法を解明したいのであれば、私たちと一緒にこの壮大な冒険に乗り出しましょう。J.R.R. トールキンの広大な世界では、力の指輪は力、腐敗、不死の象徴です。 第2期の中津国で作られたこれらの指輪は、古代の魔法を宿しており、莫大な能力を与えるものの、それには恐ろしい代償が伴います。これらの指輪は具体的に何をするのでしょうかエルフ、ドワーフ、人間、さらには邪悪なサウロンに至るまで、持ち主の運命にどのような影響を与えたのでしょうか今日は、これらの異物の核心に飛び込み、その創造の謎、力、 そして呪いを解き明かしていきます。力の指輪を所有するということが何を意味するのか、そしてそれが善と悪の永遠の戦いについて何を示しているのかを探求していきましょう。第2期の間、才能あるカジシ・ケレブリンボールが率いるエレギオンのエルフたちは、あなたあるという名で偽装したサウロンによって、力の指輪を作るようにそそのかされました。狡猾なサウロンは、 エルフにリングクラフト指輪作りの技術を教えました。しかし、その知識の背後には暗い秘密が隠されていました。エルフが指輪を鍛える間、サウロンはすべての指輪を支配する一つの指輪を作る計画を立てていたのです。最初に作られた指輪は小さな指輪として知られ、次に続く傑作の試作として使われました。これらはそれほど強力ではありませんでしたが、 すでに魅力的な魔法を備えており、寿命を伸ばしたり、超自然的な能力を与えたりする力を持っていました。しかし、サウロンがこれらの指輪を作ることにこれほど固執したのはなぜでしょうかその答えは、彼の抑えきれない支配欲にあります。一つの指輪を作ることによって、彼は他の指輪の持ち主を支配し、その力の本質につながろうとしていたのです。 最も悪名高い指輪の中には、9人の人間に与えられたものがあり、彼らは後に、ナズグールまたは、指輪の勇気として恐れられるようになりました。人間は野心的で、力を求める心が強く、指輪がもたらす偉大さの約束に簡単に誘惑されました。しかし、時が経つにつれて、これらの指輪は彼らを透明にするだけでなく、苦悩に満ちた存在へと変え、 物理的な世界と霊的な世界の間に周われることになったのです。指輪の最も悪名高い能力は、持ち主に透明化をもたらすことでした。しかし、この透明化は代償のない贈り物ではありませんでした。次第に、指輪の持ち主たちは消えていき、その物理的な形は単なる影となり、サウロンの意志に縛られることになりました。彼らは自分自身を失い、永遠の奴隷となり、 一つの指輪によって描かれた運命から逃れることができませんでした。その明白な例が、サウロンを倒した後に一つの指輪を破壊することを拒否したイシルドアの運命です。力への執着が彼の悲劇的な転落を引き起こし、最も高貴な人間でさえ力の指輪の腐敗に屈することがあることを示しています。ドワーフには七つの力の指輪が与えられましたが、 人間のように勇気の呪いに囚われることはありませんでした。しかし、指輪の影響は彼らにも同様に壊滅的でした。人間とは異なり、ドワーフは他者による支配に抵抗するように作られており、この強靭さが彼らを勇気へと変えるのを防ぎました。しかし、それは指輪が別の形で彼らを堕落させなかったということではありません。指輪はドワーフの悪なき財宝欲を増幅させました。 この欲望が彼らを破滅に導いたのです。その影響の最も悲劇的な例が、エレボールを破壊したリュウスマウグの物語です。スマウグは、ドワーフたちが蓄えた膨大な財宝に引き寄せられました。物理的な姿を失うことも、透明になることもなくても、ドワーフは力の指輪によって血と破壊の代償を払いました。さらに、ドワーフの指輪は人間の指輪ほどではないものの、 寿命を伸ばす能力も持っていました。しかし、この追加の寿命は彼らの野心をさらに煽り、宝物を探し求めてさらに深く掘り進めることになり、モリアに眠るバルログのような古代の闇の力を目覚めさせることになりました。エルフの三つの指輪は他の指輪とは異なり、サウロンの直接的な影響を受けずにケレブリンボールによって鍛えられたため、彼の即座の支配から免れていました。しかし、 それは完全に安全というわけではありませんでした。一つの指輪の力は、他の指輪を腐敗させたり支配したりする可能性がありました。エルフの指輪は保存と保護を目的に作られました。エルロンドの指輪、ビルヤは、彼に避けたにを癒し、守る力を与え、ガラドリエルの指輪、ネイヤは、ロスローリエンの美しさと純粋さを保っていました。三つ目の指輪、ナリアは、 火の指輪として知られ、ガンダルフに与えられ、人々に勇気と希望を与える助けとなりました。これらの指輪は強力でしたが、不死や富をもたらすものではありませんでした。彼らの目的は、エルフの領域を迫り来る闇から守るという、より大きなものでした。しかし、一つの指輪が破壊されると、エルフの指輪もその力を失い、それは時代の終わりを象徴しました。 これらの指輪を使って時間の影響を受けないまま王国を維持してきたエルフたちは、ついに西方へ旅立ち、中津国を後にする時が来たことを悟ったのです。パワーリングは、トールキンの世界において単なる魔法のアイテム以上のものを表しています。それらは、権力、野心、そして支配欲という誘惑の深い象徴です。中津国のそれぞれの種族は、リングによって異なる影響を受け、 その物語はこれらの欲望に屈することの危険性についての警告となっています。リングが大きな力を授ける一方で、それは破壊、腐敗、そして多くの場合、死よりも恐ろしい運命をもたらしました。パワーリングの物語は、最終的には人間の本性、支配しようとする悪なき欲望、そしてその追求に伴う恐ろしい代償についての反省と言えます。 もしこのパワーリングについての深く釣りを楽しんでいただけたなら、ぜひこの動画にいいねを押して、チャンネル登録をし、新しい動画の通知を受け取るためにベルをオンにしてください。指輪物語のファンの友達とこの動画を共有し、テーマについての意見をコメントでお聞かせください。あなたはどのリングを使いますかその理由は何ですか